はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと照明まではまだ全然手が回ってないんですけれども、カメラが来ました。はい、じゃじゃんと、ルミックスのパナソニック GH5 4K 動画が撮れる一眼レフのカメラが来ましたというところで、ちょっと開封していきたいなと思います。はい、ですね、はい、来ました。はい、保証書ですね。まあ、保証書等々がありまして、ポストカードだったりがありまして、はい、じゃ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 ーんというところで、うわ、かっこいい。GH5 の型にかけるやつですね、ルミックスが。はい、来ました、カメラ。あとは何が入ってるのかな。あとは何も入ってないですね。あとはまあ、だからまあ後からというところで、じゃじゃん、カメラが来ましたね。うわ、ごっつ、うわ、かっこよ。はい、ルミックス GH5 来ました。うわ、すごく調子が良さそうですというところで、ちょっとカメラが、これ難しいな、わかった。こう離して、全体が、こんぐらいか。OK。まあ、こんな感じで、来ましたというところで、まあ、ちょっと説明書等々は後から触るとして、はい、そんな感じですね。そしてあとは、これはなんだ、これはですね、開封するのに僕ハサミをですね持ってきてないというところで、ハサミがないので手で開けますと、はい、バッテリーです。出ました、バッテリーが出ましたというところで、じゃじゃん、バッテリー。そしてこれが、あ、ですね、充電が合成書。さあ、これがちゃんとなるかどうかっていうのは結構重要で、結構 Amazon さんで、なんすケーブル系を頼んだことがあるんですけど、2回とも、不具合が起こって返品したっていうことがありますので、ちょっとここの充電器に関しては、ちょっと今からシビアに見たいなと。ならなかったら笑うぞというところで、ちょっとカメラをこんな感じでさせてもらいます。これ刺しまして、 USB ケーブルですね。なんだなんだ、 USB ケーブルってことは、
あれですね、携帯の充電器のやつで。GoPro さんの。はい、これでいけますね。これで電気を取って。さ、ちゃんとなるでしょうか。あ、なります。まあ、なって当たり前ですよね。これならなかったらマジ笑えないからですね。はい、大丈夫です。こんな感じでバッテリーちゃんと充電できてます。このままこれは充電するというところで、まあちょっとこう箱はお少々等が多分入ってると思うので、まあちょっとまとめてカメラ用品であれしたいなと、保存したいなと。ゴミはゴミでというふうなところですね。はい。そして、まあ、この、これですね。この GH5 につけるカメラで、まあ、ちょっといろいろ見たんですけど、まあ、何がいいかというと、この、ライカって言ってましたね。ライカ DG、なんちゃかんちゃらと。いうところの、これが、このレンズには、このカメラにはすごく望遠とかが、まあ、すごく調子がいいというところで、まあ、GH5 の方はもうレンズは買わずに本体だけ買って、で、レンズはまた別売りで注文するという形にしました。じゃないとちょっともったいないんですね。これもまた保証書ですね。保証書等が入ってます。はい、っていうところでレンズ来ましたと。あ、これレンズ入れですね。まあ、レンズ入れはちょっと使うことはないかなと。もう随時つけとくんでですね、これを。お、いいっすね、いいっすね。これレンズにつけるやつですね。はい。で、ここからがまた難しいところで、このレンズちゃんにホコリが入らないように装着しないといけないわけでございます。はい、それが結構重労働でございます。で、これですね、じゃーん、レンズ保護。これレンズ保護しないと、もうね、上等のレンズがペラってなった時がもったいないので、まあちょっと物を大事に、まあ一眼レフ、あのキャノン持ってるんですけど、まあそれもどれくらい使ったんですかね。え、これ、あ、これだ、やべ、もうほこったやん、なので、ん、これをちょっと待ちない、これをどうするんだい、これをですね、これをこれにつけると、こっち向き、レンズを開けて、はい、はい、出ました。はい、これでちょっと一安心です。これガチッとはまったので、で、通道をつけて、はい、かっこよくなりました。と、ホコリは入ってないと僕は信じてます。はい、きっとホコリは入ってないと信じてます。はい、これマジホコリ入ってたらちょっと怯えますね。はい、で、このカメラに取り付けるというところで、ここもまたホコリが、決まりましたね。あ、なんかやっぱ違うな、俺が持ってるやつと。電源オンにしました。オートオン、あれ、これ電源オンにしましたか、
しましたが反応はありません。はい、ちょっと待ってください。僕もよく分かってませんよ。バッテリーさんは入ってるんですかね。バッテリーさん、はい、バッテリーさん入ってません。はい、バッテリーさんは入ってません。どういうことですか。どういうことですか、教えてください。バッテリーがじゃあここの箱の中に実はまだあるんですね。なるほどなるほどなるほど、まだ出し切ってなかったアイテムを。なるほど、ありました。はいはい、いろいろあります、あります。出し切ってなかったですね、箱の中身を。なんてこった、いろいろ複雑です。なんかもう複雑すぎて分かりません。はい、複雑ですね、いろいろとね。もう説明書なんて見ませんよ。なんかあれですね、なんかすいませんね、テキアが悪くて。まあリアルですよ、これが、これが実際リアルです。これがこれがですね、カメラを開けた時のリアルっていうのを僕が今お届けしております。何でしょうこれは、なんかアイテムが入ってますね。これちょっと分からないですね。これは何でしょうか。カメラを充電する、カメラを充電するやつですね。ちょっとなう、いろいろ手際が悪いですね、すいません。はいはい、充電器、はい、充電器は純正のものと買ったものは若干違いがあります。これはこっち系で充電するタイプです。まあ、ある程度僕はね、きっとね、純正はね、ある程度、ここキャップ、ういっす、ある程度多分ね、バッテリー入ってると信じてるんだけど。あ、入ってる入ってる入ってるね。で、メモリーカードがいる。あ、はい、じゃじゃんですね。いろいろやっぱいるんですね。サンディスクさん。サンディスクさんのメモリーディスクが来ておりますと。はい。サンディスクさんのメモリーディスクと。これもまた保証書なるものなので、ちょっとこれごと取っといた方がいいかな。で、はい、GH5 はですね、これはなんと、はい、ここ、ちょっと分かりにくいんですけど、これ、2つ、メモリーカードがぶっ込めると。で、なんかこう、1つの撮影中に1個の SD カードが壊れても、もう1個の方に、記録がちゃんと残るっていうので、ほんとプロ仕様みたいですね。撮影の時に撮れてなかった、 SD の不具合で撮れてなかったっていうのを防ぐために2枚入れるようにしているということでした。で、まあ僕はそこまではしなくても大丈夫かなと思ってるんですけど、はい、うわ、なるほど、そういうことか。これはこのまま充電して、あ、これケーブルね。はい、じゃあちょっと写真どんな感じか見てみましょう。あ、時計を設定くださいからなんか始まってますね、これ。困った。そういうこと。こう時計から、はいはい。時計誰が設定するの？俺か。時計を設定してください、しましょうよ。2020年ですね。1月の携帯、青、携帯そこ撮影してます。わかんない時間。どうしよう。今日日にち何日？ 19 日だったかな。ちょっと、携帯にさ、ちょっと一回通ります。はい。すいません、時計が設定できましたというところで、次がん、どうした、電池切れが、ちょっとん電池が
怪しいんで一回ちょっと切れますね。ちょっと一回電池がですねちょっと怪しいですね。こっちのはい、これルミックスさんの純正なんですけど、あの先ほど出た見せたあの2つ、充電器を購入したんですけど、あれはあれでしたね、純正品じゃないので型がちょっとはまらん、カメラは使えるんですけどこれですね、これにはこの純正の方がはまらないという不具合でもないか、まあそんなもんでしょうけどね。はい、で引き続きですね、今度はホームエリアを設定していきます。ただなんか液晶くんがですね言うこと聞いてくれない。ホームエリアジャパン東京ソウル、おなんで消えるの、これなんで消えるんだ、勝手に。なんかね、勝手に消えたりするんだよね。画面くんが。つかないし、そして。マジで意味わかんない。タッチパネルどうした、これ。つかない。不具合。え、何これ。また消えた。これね、なんかおかしいな。ついたり消えたりするんですけど。どんな感じか見てもらご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネル亀ブログ片山亀俊、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。でまた、ここ五島デイサービス亀で、隣でカリフォルニアスタイルの老人ホームデイサービスやってます、亀徳良と言います。よろしくお願いします。五島ゲストハウス亀の五島が詰まったステッカーあります、ぜひゲットしてください。それではまたこのチャンネルで待ってます。よろしくお願いします。